はいどうも、ケイキュウです。今日はですね、北斗の拳、北斗リバイブ、やっていこうと思うんですが、ランキングガチャ、今日もね、引きたいなと思います。はい、今の自分の順位がね、48位ということで、今回はね、300連引いて、まあ、10座ゲットしたいなと。まあ、天井みたいなもんですね、ここはね。10座をまあ、必ずゲットできると。ということで、まあ、300連引きたい。まあ、それまでにね、ちょっと10座が出てくれたらなと。嬉しいなと。そんな感じかな。はい。まあ、それじゃあ行きますか。提供やりだけね、ちょっと軽くお見せして。もう、剣士が出れば、10座確定です。贅沢は言いません。星3でいいんで、ポロポロ出てくれ。はい。そして、他のね、まあ、アイテムも出てくるんですが、まあ、結構レアなアイテム出てくるんでね。まあ、この辺かな。はい。まあ、経験系はね、まずいらないです、これはね。うん。まあ、一番外れかな。まあ、10ドルもそうですね。いらないですね。はい、ということで行きましょう。はい、じゃあ引きます。うん、まあまあ10万まあまあたままあ大事は大事なんですけどね。はい、行きましょう。ただ今はそれじゃないからね、狙ってるのはね。はい、まあこの辺ですね。覚醒か、やっぱりまあスパナもまあ嬉しいですね。はい、スパナも嬉しい。これですね。これが大外れ。はい。どんどん行こう。300連引きますんで。で、あと、あ、これもきついな。で、10座をね、まあ、実際に強化したい。あ、これもいいですね。はい。この辺とかも欲しいんでね。リバイバー！いや、これは嬉しい。来てくれたか。オッケーオッケー。来ましたね。これ1体目です。はい。1体目ね。10座来た。さあ、ここから。止まれば10座。次からはね、かけら何個って感じで表示されますんで。さあ、よしよしよし。これオッケーオッケーオッケー。これはいいですよ。ああ、これもいいね。はい。悪くない悪くない。うん。お、いいですよ。悪くない、悪くない。まあ、ちょっと気楽になったよね。1個当たって。とりあえず1個当たんないとね。まあ、ラオウの時くらい出てくれればっていう感じですけどね。あと160連。あー、これ厳しい。はい、次行きましょう。まあ、どんどん行こう、どんどん行こう。で、あとは10座ちょっと軽く強化して。よし、これもいいですね。さあ、もう一回止まってくれたら嬉しいけどな。止まれ！止まってくれ！止まってくれ！まあでも覚醒の報酬も嬉しいんでね。あー、これはきついね。あと60連いこう。さあ、10連目。20連目と30連目、うん、40連目、ちょっときついねこれね。あ、 OKOK、 これはまあまあいいでしょう。はい、50連目で60、これで500連。はい、ということで今回はね、ここで終わりたいなと思います。で、ここでゲットね。はい、来ましたね。はい、で、28個ね、ゲットできると。そして今からはね、ちょっとまあ強化していきましょうか。せっかく手に入れたんでね。はい、いましたね。まあ、まずはレベルアップからいこうか。まあ、ちょっと軽く、この辺を使って。はい、まあ、どんどん鍛えて。オッケー、レベル29ね。あと、この辺もがっつりちょっと使っちゃいますか。あと1万ももう使っちゃいますね。さあ、鍛えていこう。まあ、ここはちょっとまったり、ここから強化します。先にスキルちょっと強化していこうか。まあ、これはね、なんでもいいです、最初は。まあ、全部上げるつもりなので。
そしてね、星なんですが、次までが80で、今34。なんで、まだまだちょっとね、当てないと、ここ星4には上がんないと。これちょっと長いよね、こっから。星4も結構しんどいですよね。ブラスアップ！まあ、素材が、あんま持ってないな。ブラスアップ！いけるかな。ブラスアップ！まあ、このランキングガチャ回してるのね、まあ、金は結構貯まりますからね。ブラスアップ！ちょっといけるところまで強化しよう。ブラスアップ！まあ、またある程度育てたら、とりあえず星3で使ってみるみたいな感じで試し打ちしましょうかね、いつもみたいにね。ブラスアップ！まあ一応鍛えることができるところまで鍛えて、またあの動画ね出したいなと思います。まあギルドとかでもね、あの結構話とかも出てるんですけど、ね、天井までとりあえず回すっていう方もね、あの多いみたいなので、まあ星3の銃弾でね、ちょっと使ってみると。ブラスアップ、紫のプラス玉ではちょっと持っていけないですね。ちょっとそこまでは、あのそこまで上げることできるんですが、ちょっと素材が厳しい。ブラスアップ、まだラオウもね、そのプラス3になってないので、まあそっちは先ですからね。ブラスアップ、はい、まあとりあえず順番に鍛えて、ブラスアップ、まあこの辺の覚醒もちょっと使わないです。はい、使わずにちょっと鍛えておきます。ブラスアップ、ちょっとトンカチ足りないですね。ブラスアップ、トンカチこれ持ってないのはね、あのトンカチ売ってるんですよ。ブラスアップ、トンカチで売却できますね。でね、結構いい金になりますんで、まあ、余ってる方はね、それでちょっと金策っていうのもね、あのいいですよ。ブラスアップ、はい、ちょっと強化して、まあこの辺までか。まあ残りの素材は集めておく。ブラスアップ、やっぱ新キャラ楽しいね。しかもこう育てるの楽しいですね、やっぱね。ブラスアップ、でこの辺の素材もね、まあまあ持ってるので、まあこれをガンガン使っていこうかな。強化ですね、ちょっとめんどくさいので真ん中でいきましょう。ブラスアップ、で今メダル結構余ってるので、まあジューザーせっかくなんで使いましょうか。ブラスアップ、はい、もうこれどんどん強化していきます。またメダルはね、あの稼いでおきます。しっかり闘技場やって、はい、 OK。 あ、メインのキャラはね、全てここはもう鍛え終わってるので、であとサブっていうかね、使おうと思ってる、まあレイ親父もある程度はもう鍛えてるので、まあ組手用のメンバーかな。ブラスアップ、まあ40くらいでとりあえず終わろうかな、ここは。はい、まあこんなもんでいいですかね。でこっちもね、一つはまあ使ってもいいが、まあ攻撃 15% ね。まあ雑魚討伐とかで試し打ちするんなら、まあちょっと1個ぐらいならまあ使ってもいいですかね。はい、でさらに強化めちゃくちゃあるから、これもブラスアップ。で試練は毎日50までね、あの登ってね、一応ちゃんと稼いでますよ、メダルは。ブラスアップ。で最近はね、ハートのかけらあるんですが、まあそれとねちょっと交換します。でハートをさらにまあ強化してるって感じでね。まあ SR はね、後々、まあ、ちょっと先の話になってくると入れ替わるので、まあそこまでやる必要ないですけどね、育成ね、ある程度でいいんですけどね。はい、まあ HP もそこまで鍛えなくていいんでね、まあまあ35ぐらいにしとこうか。ちょっと俺ハートのかけら集めたいんでね。はい、集めてるんですよ。なんでまあこれくらいにしときます。まあ次ちょっと600でちょっと高いですからね。で次またスキルを鍛えてね。
で次はクラスアップですよね。クラスアップ、このクラスアップはやっぱ戦闘力ね、まあ、グッと上がるので、クラスアップ素材あるかな。クラスアップ結構今装備で使っちゃいましたからね。クラスアップ、さあ青まで来た。さあ青の1、ああ足んないですね。はい、青の1まで来ました。6600くらい、うん、なんとも言えんわまだね、はい、強化しておきますこれね。やっぱ星4にして、まあここですよね、まあ、パッシブやっぱここまでは解放しないとね、もう最低でもやっぱここですよね、ここまでは解放して使わないと、うん、まあそんな感じかな。まあ5もねもちろん大事ですけどね、まあ、とりあえずやっぱ固有のパッシブここは解放したいですね。ちょっとランキング見とこう。23が、まあ、かけら200なんですよね。で46が150で、うん、まあ10位に入ればまあまあ星4ね、とりあえずはいけると。まあその辺はねまたちょっと考えます。はい、まあ7000ポイントまでは回すので、まあもうちょっといこうか、うん、もうちょい7000ポイント以上、もうちょいいきます。はい、ということで今回これで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。